電信基礎知識、雷元素の強さ。こんにちは、コバトーンです。雷元素の強さを説明してくださいとリクエストいただいたのでお答えします。雷元素には蒸発や溶解のようにダメージを2倍や 1.5 倍にする効果がありません。すべて固定地形の元素反応です。そのため弱く見られがちですが、そんなことはありません。雷元素はヒット数が非常に多い性質を持っています。またフィッシュルのオズ、八重美子の殺傷王など持続性が高いスキルがほとんどです。つまり雷元素は一撃で大ダメージを出す属性ではなく、継続的に多数のヒットを発生させる強さを持った元素なんですね。また感電など蒸発や溶解の起点となる反応も起こせますし、超電導など物理キャラのサポートもできます。つまり雷元素をばらまくことでチームに有利なフィールドを作り、チーム全体のダメージ量を底上げする戦い方で強さを発揮します。炎元素や水元素が蒸発や溶解で一撃10万ダメージを出すとしたら、雷元素は5000ダメージを20回出しつつ周りもサポートする役割です。使い方を理解するとチーム全体を強くできるので、ぜひ参考まで。